思う。今は少し苦しい時かもしれないけど、きっといつか自分のしてきたことが間違ってなかったって思える日が来るよ。そうですかね。そうなのかな。うん、絶対そう。今の私には何ができるのかな。待ってるしかできないのかな。それを考える。私が全部答えを言っちゃったら意味ないもん。自分で決めたことじゃないと絶対にまた今みたいに後悔するよ。リサさん厳しい。可愛いモカちゃんにだからこそ厳しいんだよ。モカ頑張れ。頑張ったらパンおごってあげるから。頑張ります。もう現金だな。リサさんありがとう。ワレモコ花言葉ワレモコの花言葉は変化、移ろい、明日への憧れ。ランちゃんらしい花言葉だな。おう、ランちゃんからの返事来ないな。歌詞の解釈やっぱり違ってたかな。ふぅ。つぐみちゃんどうしたの。何がですか。さっきからため息ばっかりついてるよ。何か悩み事。いえその、つぐみさん何かあるなら言ってください。私つぐみさんの力になりたいです。その今ならお客さんが少ないからいいかな。ランちゃんの書いた歌詞がわからないね。ランちゃんは自分たちが感じたことをそのまま歌詞にするって言ってたわよね。それってつまりランちゃんの考えてることがわからなくなっちゃったってことになるよね。それは不安になっちゃうね。そうなんです。それがきっかけになっていろんなことがどんどんうまくいかなくなっていって、私ランちゃんのこと小さい頃からずっとずっと尊敬してたんです。小さい頃から自分の意見をちゃんと持ってて、凛としててかっこよくって、そんなランちゃんの背中をずっと追いかけてきました。でも今はその背中が見えなくなりそうで、ランちゃんのこともランちゃんの歌詞も誰もわからなくって、このままじゃ私たち。つぐみさん泣かないでください。きっとアフターグロウを続けたいって気持ちがあれば絶対大丈夫です。絶対終わったりしないです。ランさんは昔と比べて変わったと言っていましたが、きっとアフターグロウのことは好きですよね。うん多分。なら大丈夫ですね、サトさん。そうね、案外そういう気持ちって大事なものよ。そこは絶対同じです。曲を提供してくれた時に思ったのだけど、ランちゃんはすごく真面目で強い子よね。ちょっと素直じゃないけれど、一度決めたことには真剣に向き合うし、向き合ったものから何かを得て自分の感性や感覚に取り込んでいけるセンスがある。そんな子だと思うの。これ合ってるかしら。はい、私もそう思います。何かにチャレンジするたびに何かを得て、それを歌詞とか曲にしててすごいんですよ。ランちゃんが最近華道に真剣に取り組むようになったのなら
そこで新しい視点だったり刺激を得たのかもしれないわね。なるほど。私ちょうどさっきランちゃんの好きなお花のこといろいろ調べてたんです。こうやって少しずつランちゃんの身近にあるものを知っていけば、もしかして私もランちゃんに追いつけるようになりますかね。そうね。でも5人ともランちゃんになっちゃったら、それってアフターグローなのかしら。それもそうですね。でもランちゃんのことを知るヒントになりました。本当にありがとうございます。つぐみちゃん頑張って。私あまりいいアドバイスができなくってごめんね。いえ、こうやって聞いていただけただけで自分の考えてることが少し整理できました。私たちずっと幼馴染で5人一緒にいるので、それ以外の人たちに話を聞いてもらうことってあんまりなくって、だからこうして話を聞いてくれるだけで私ちょっとだけ嬉しいです。私もその気持ちわかるよ。私もハロハピに入って自分の世界が広がった気がするから、こうしてつぐみちゃんたちともお友達になれたし、もしかするとこうして皆さんにお話を聞いてもらえてること自体私自身の変化なのかもしれません。これってすごいことに気づいちゃったかもしれません。つぐみちゃん嬉しそうね。つぐみさんバイトです。頑張る。ありがとうイブちゃん。ランちゃんもうすぐだよ。もしかしたらあと少しでまたランちゃんと同じ空が見られるかも。ランちゃんもうちょっとだけ待っててね。何も浮かばない。何もわからないから何も書けない。ひなさん何してんの。あ、これ新しい歌詞見せて。あ、ちょっと、この歌詞ってさ、どういう意味？よく分かんなかったんだ。なんとなくかっこいいなって感じするけど。私だって分かんないですよ。え？もう誰もその歌詞がわからないんです。だから困ってて。どうしてわからないの？それがわかんないって言ってるじゃないですか。そっか。けど私はさ、わかんないことってすっごく面白いと思う。私はそうは思わないです。わかんないことってすごい辛いです。私はよくいろんな人によくわかんないって言われるんだ。でもね、パスパレのみんなは違って